風の音。割れた風はぶつかったものの後ろに回り込んで、ぐるぐると空気の渦を作る。渦は風が吹いてる限り、どんどん生まれては消えていく。そうやっていくつもできたり消えたりする。渦が空気の波を作って、音がビュービューって出るんだよ。縄跳びをしてる時もビュンビュンって言うのはそういうこと。ただただざーっていう音や、ビュービューってなる音を聞いてると、それは風の音が風の音じゃなくて、魂の叫びに聞こえるんだ。空耳だけどね。